明日はね、今塾ありますので、塾ありますので、ね、皆さん来てください。あさっては塾お休みです。土曜日、日曜日お休みです。日曜日はね、僕はご飯食べるんですけど、本当にね、皆さんね、なんか、締めねえ言うのはあれなんですけど、9月から夏休みの勉強のないやつがね、結果が出るとか、すぐ出ると思ってる子は、まず結果はすぐ出ないので、そこを耐え忍ぶっていう、9月10月になるかなと思いますね。ただあんまりやっぱうまくいかない方っていうのは何かしら変えていかなきゃいけないんですけども、それがうまく対策を取れるようにしてくれる塾か、あとは本人の量時間を増やすか。でも量時間を増やしても点数が伸びないっていう子はやっぱりやり方が違ってるだけなので、そこはもう改善していかなきゃいけないですね。そこはやっぱ難しいかなと思いますね。